スタイリングを見て個人的に連想したのは BMW3 シリーズあたり。変化感より進化感を持ち味に仕上げられた新型は、しとやかに洗練度を高めた、そんな印象だ。 とはいえ力みなぎる針を持たせたリアフェンダーやテールランプの空力処理黒い穴が開いているように見せたフロントグリル近寄るとデリケートなパターンがわかるなど各部にダイナミックなディテールとさりげないこだわりが散りばめられている前後ホイールアーチが素直な曲線になりドア下のラインも水平基調になっているあたりは よりすっきりとしていていい。インテリアは後期、アテンザの流れを組むインパネがスマート。五角形のエア吹き出し口は第一印象で目に留まった。気になったが。 これは SUV らしさのアクセントとして、あえて採択されたデザインらしい。居住スペースは大きな変化は感じないものの、ドアトリム、表皮と広範囲に仕上げがより入念になったため、1クラス上がったような居心地の良さ。シートもしっかりと体を支えてくれるが、革とファブリックでは、 内部のウレタンフォームを作り分けているのだという。ヘッドアップディスプレイは反射層をラミネートしたフロントガラスに表示がくっきりと浮かび上がり以前のような四角いミラー面が目立つものではない。そして走りも格段に洗練度を高めた。 はっきりとわかるのは静粛性が一ランク以上高まったということ。細部の隙間、穴などが入念にチェックされたことで室内の密閉度が上がったし、ドアシールの二重化により走行中の妖火から伝わる、車外音、ロードノイズが大幅に減った。 タイヤも同じメイクだが改良版で音、振動の発生がより小さくタイヤの自重が軽くなったような印象すら受ける。試乗車はオードモデルで 2WD に対しおよそ人一人分の荷重が前後に分散して加算される。このためもあり、 走行中のボディのしっかりとしたフラット感があり、乗り味も1000台以上に滑らかさが増した。2.2リットルの4気筒ディーゼルターボも加速の滑らかさと回転を上げた際のレスポンスの良さとのつながりがさらに自然になり、余裕はそのままにより上質なパワーフィールを味わえるようになった。 高速走行を含め、ステアリングフィールは適度な、重さを感じながら走らせられるタイプだ。5つ星評価パッケージング、インテリア、居住性、パワーソース、フットワーク、おすすめ度、島崎七尾人はゲッジ会員、モータージャーナリスト1958年、東京生まれ。 大学卒業後、編集制作会社に9年余り勤務。雑誌、単行本の編集、執筆、撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。 以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点で車と接し、レポートするスタンスをと、